スイーツ甲子園は、貝印が2008年より開催している、高校生を対象とした、オリジナルスイーツコンテスト。高校生3人1組で、チームとなり、オリジナルスイーツのアイディアと腕を競う。2020年より憧れる大会として安定した、運営を続けるとともに、さらなる認知、規模拡大の方法を理由に主催が、貝印から、産経新聞社に譲渡され、貝印は、 メインスポンサーとして協賛することが発表される。全国を8ブロックに分け、地区ごとに一時審査を行い、それぞれ5チームを選出。さらに、地区予選大会にて、各ブロック代表1チームを決定。地区予選の審査員はその地区出身の有名パティシエが、勤め、地区予選を勝ち抜いた8チームが、東京都内で行われる、決勝大会に進出、優勝チームを決定する。 第11回大会より全国を東西2ブロックに分け、一次審査、各ブロックそれぞれ12チームを選出。書類審査を通過したチームは、予選大会にて調理試験、筆記試験を行う。予選大会は、東西2ブロック、各2日間ずつの計4日間開催し、決勝大会に進出する代表1チームを決定する。予選大会の審査員は、 若手有名パティシエが務め予選大会を勝ち抜いた4チームが東京都内で行われる決勝大会に進出。決勝大会では有名パティシエの方々に加え各界のプロに審査員を務め優勝チームを決定する。大会の模様は BS 富士にて放送されていたが2014年からはテレビ東京系2018年からは時代の流れにより ネットメディアと変更されている。ありがとうございます。